いいか、わしの親切を無駄にするんじゃないぞ。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。さあ、約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。もう一つ、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。イファルナは細胞まで美しかったよ。その表情、懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあ、また後で。
63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を監視しています。軍人の影響範囲ってどうなんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし、一息つけそうだな。こんな時でもシミュレーターで訓練ですか？クラウド？え？クラウドだよな。クラウド！大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知り合いが？大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。お疲れさん。今日は何にする？ちょっとめまいが。ちょっと待ってくれ、もう選ぶから。統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ？パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ、エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。
友じゃないことは確かね。どんなやつなんだ、アバランチってのは。どんなやつなんだ。ウータイの策略らしいぞ。会社の人たちの気持ちを考えて、そのはずだ。ただいま会議中です。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。これか。見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。分かった、俺が先に行こう。無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。
わし見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミッドガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、目下私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使おうか。
壊れなければいいが。行くぞ。おう。うん。まずは、いやー、それよりも、やはりこっちの方が、動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それなら、ここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ。とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。
入れてけ。頑張るね。何？
おい、北条を追うぞ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。そうだ。残念だな、間に合わない。その人がソルジャーか。ああ。いや違う、思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。おう、
待って、下がってろ。来てくれたんだ。ああ、エアリス、ティファ。マリンは元気だ。ありがとよ。話は後だ。
なんなんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、喋った。あ、私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。レッド13、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる？そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？
無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。